ちは。あれ、ちょっと待ってる間に疲れちゃったかな。いいですか、そんなに元気がないと恐竜に餌だと間違えられて食べられてしまうかもしれませんよ。さあ、もう一度元気な声でご挨拶をいたしましょう。こんにちは。元気なご挨拶ありがとうございます。さあ、本日登場する恐竜は日本の福井県で発見された恐竜なんです。もうね、みんな待ち疲れて早く恐竜に会いたいと思っていると思いますが、皆さんには恐竜に出会う前に4つお約束をしていただきたいことがありますので、よく聞いてくださいね。まず1つ目、一番前、緑色のテープよりも前に手や足、お荷物などなさないようにお願いいたします。恐竜が間違えて踏んづけてしまっては大変なので、中にお芝居ください。さあ、そして2つ目、恐竜が興奮して暴れると大変危険ですので、叩いたり引っ張ったりしないようにご協力をお願いいたします。さあ、そして、おお、ありがとうございます。さあ、そして3つ目、お子さんも今でいらっしゃいませんが、もし肩車された場合に後ろの方見えにくくなってしまうとともに、バランスを崩して転倒したりするとかなり危険ですので、前でラコにしてあげてください。さあ、そして最後4つ目、本日のディノアライブ、写真撮影、動画撮影もちろん OK です。ただ音の出ない設定へのアナモードへの切り替えをお願いいたします。あと、ちょっとね、この電気なので大丈夫だと思うんですが、フラッシュ撮影は NG となっておりますので、こちらも設定の切り替えをお願いいたします。はい、では以上4つのお約束守れました。守って最後までお楽しみください。すいません、今日登場する恐竜が、すぐ出てくるはずだったんですけれども、ちょっと機嫌が悪いようなので、今ベンちゃんに餌で眺めてもらっていますので、皆さんには恐竜が出てくる間、今から登場する恐竜について簡単なクイズを通して一緒に学んでいただければと思います。さあ、本日登場する恐竜なんですが、日本の福井県で発見された福井ラプトルです。さあ、この福井ラプトルはなんと日本で初めて全身骨格が復元されたことで有名なんですが、それでは早速ここで第1問。さあ、このフクイラプトル、草食恐竜、肉食恐竜、どちらでしょうか。ヒントは、おお、ちょっと待ってね。ヒントは名前です。フクイラプトル、フクイっていうのは見つかった、化石が見つかった場所の名前ですよね。ではラプトルというのはどんな恐竜に多くついている名前なのか、さあ皆さん考えてください。じゃあね、順番に聞いていきますよ。1番の草食恐竜だと思いと、あ、手が上がった。かなり、あれ、少ないな、3人あ4人、ありがとうございます。では肉食恐竜だと思いと、おお、一気に増えましたよ。さあ、正解は2番の肉食恐竜でした。正解した人拍手。ユタラプトルとかベロキラプトルみたいに肉食恐竜に多くついている名前なんですね。さあ、それでは早速第2問、肉食恐竜フクイラプトルはどの時代に生きていたでしょうか。これ3択でいきますよ。1番が白亜紀、2番がジュラ紀、3番が三畳紀。さあ、どれだと思いますか。次はね、頭の中でこれかなって思うものを思い浮かべてくださいね。いきなり正解いきますよ。正解は1番の白亜紀でした。正解した人拍手。あ、結構正解した人いる。そう、正確には前期白亜紀という時代なんですが、この時代はスピノサウルスとか、あとイグアノドン、
時代なんですね。そしてこの後、後期白亜紀という時代になるとティラノサウルスが誕生する時代に突入していくんです。だいぶ恐竜落ち着いてきたようなので、皆さんも心の準備大丈夫でしょうか。さて、もし今恐竜が生きていたら、自分たちのすぐそばまでやってきたらどんな感じなのでしょうか。今日はここにいる皆さんに体感していただきたいと思います。それではお待たせいたしました、ディノアライブの始まりです。美味しそうだけど、肉食でしょ、肉食で。ちょっと、ちょっと、ちょっと。
なの。でもあなたの餌じゃないんだよ。これ
それはかなくていい。おとなしく帰ってくださいね。おとなしく帰ってくれるようですね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。もし今恐竜が生きていたらこんな感じだったのではないか。